生日おめでとうってありがとうございます。リバースでありがとうございます。飾り付けね、可愛くない？全部、もう全部ピンク、可愛い。お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。かわいい。キャラかわいいねって、ありがとうございます。ルドンさん、バラありがとうございます。MST ホテルさん、たくさんハートありがとうございます。MJ なんとかなんとかさん、ケーキありがとうございます、ありがとうございます。ぽよぽよ妖精さん、神たくさんありがとうございます。MAC さんと、ゆうきや魔法さん、クラッカーありがとうございます。フランさん、ケーキありがとうございます、ありがとうございます。素敵なドレスですね、ありがとうございます。シルビとランニングマンさん、ケーキありがとうございます。じゃあ、お姫様みたいでありがとうございます。かわいくないこれ。ちょっと待って、今日は誕生日パーティーかな、かな、どうだろう。もうね、なんか12時になった瞬間ね、なんかみんなからね、お誕生日おめでとうね、たくさん来てね。1位誰だったと思いますか、お誕生日おめでとうメール1位誰だと思いますか。ななかちゃん、はんちゃん、あ、違うね、違う、はんちゃかちゃんって、違う、ここ違うルームです、ここ、あの、はんちゃかちゃんじゃないですか。ここっぺ、ここっぺ違う。ヒーローじゃない、ヒーローね、2番目くれ。正解はね、川島優奈ちゃんです。そう、1番にねネジになった瞬間ポーンってきてびっくりしました、予想外でした。
当たってた、ほんと。そう、イナイナです。ちょっと待って、これちょっとね、ほら反対だった。逆な予想、逆だった。杉太郎さんタオルを、ありがとうございます。ちょ、振り回してだから、ありがとうございます。ありがとうございます。班長さん、たくさんハートありがとうございます。ハート、そう、ハートありがとうございます。フランさん、ミラーボールありがとうございます。ありがとうございます。夏フェスで振りました、振りました。ダルマインコさん、ケーキありがとうございます。今日はこの配信だけ夜しない。夜ね、あれ、千秋楽の K4 の千秋楽があるので、その夜は多分できないですね。タワー、タワー、え、ちょっと待って、え、ちょっと待ってね。タワーは班長さん、班長さん、班長さん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、しのすけさん、ケーキありがとうございます。あと20分で千秋楽。ごめんなさい、ちょっとかぶっちゃいました。すごい、班長さん、めっちゃハートありがとうございます。ハートありがとうございます。11歳かお誕生日おめでとうございました、ありがとうございます。そしてね、2月4日にあるゆいちゃんの生誕祭のチケット当たった方いますか？いるかな？ツイッターでね、当たったって方がいて嬉しかったです。いつもと違う、いつもと違うね。当たったよって、ありがとうございます。よかった。ありがとうございます。 DMM で見るために予約開けてるよって、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみですね。でも緊張します、本当に。皆さん楽しみにしててください。ピンクおじさんになっていくねって。ありがとうございます。
これね、お姉ちゃんもね、前に来てて、それをね、りーちゃんが来ました。これでいける。よしよし。2回目ポップコーンさん、神ありがとうございます。スピーチできそう。スピーチね、緊張しますね。ニコニコエイナちゃん、お誕生日おめでとうってありがとうございます。ありがとうございます。どんなケーキか楽しみ。楽しみだよね、ほんと楽しみ。何が出るかな。生誕祭行くよってありがとうございます。お誕生日おめでとう。生誕祭元の練習なので精一杯お会いしますねってありがとうございます。ハッピーバースデープリンセスイーナちゃんってありがとうございます。そっか、ポット夫人ですね。あ、かわいい。ディズニーだから。班長さん、クラッカーありがとうございます。そう、11歳なので、そのハンちゃんとひなちゃんとちょっと同い年になるんですよね。ひなちゃんはね、4日に、4日、2月9日に誕生日なので少しだけど、はんちゃんは27日に誕生日なので少しの間できますね。よし、27当たってた。いくのちゃんもう12歳。そう、12歳でした。8月誕生日なので、ね。フレアさん、レインボースターたくさんありがとうございます。お誕生日おめでとう。11歳の1年も大活躍を期待してるよってありがとうございます。頑張ります。寒くない、大丈夫、寒くないです。普通11歳のゆうちゃんにもたくさん会えますようにってありがとうございます。楽しい1年、そう、楽しい1年になりますように。
そして今日誕生日の方いますかね。みーちゃんと同じ誕生日の方いるかな。ナナちゃん、はーい、はーい。今日は友達が頼む、友達、お誕生日おめでとうございます。妹、妹が同じ誕生日、おめでとうございます。兄ちゃんの生誕祭の日が自分の誕生日。おお、すごいね、奇跡だね。ちょっとちょっと長いってますね。21日後に生まれた方、あ、9日か。飾り付けは自分で、あの飾り付け、ね、そう、膨らませました、この風船を。手荒が少し、手荒がユイニャ誕生日おめでとう、かわいいってありがとうございます。ありがとうございます。僕は8月生まれ、8月生まれ、8月生まれ多いよね、結構、うん、多いかな。でも6期、6期で一番多いところってなんだろう。生誕祭行くなんてあいまいするねってありがとうございます。今日はユイナ姫だ、あ、レイヤ姫が。飾り付きはお母さん、そう、お母さんとかお父さんがやってくれました。劇場の新作ガチャガチャ、あ、や、頑張ってゆいちゃん出るかな。韓国で多くのファンが夏の誕生日を心から祝っていました。ありがとうございます。世界のユイナ、世界に韓国ありがとうございます。おお、タオル、タオル。ちょっと待って。チャチャさん、タオルありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。好きな音楽、好きな音楽、でもそんなに音楽聴かないかも。全部好きです。もう小学生がゆいちゃん、そう、4月になったらもうゆいちゃんだけしかいなくなるんですよ。みなえなお姉ちゃんと同い年だからもう無理無理、ちっちゃい巣があるね、無理。4月から4年生があれ、ちょっと、え、なんか4年なんか落ちてない。ねえ、のじさんピチピチです。みれなじさんピチピチ、切れそう。え、でも切れる、切れるっちゃ切れるよね、多分。
嫌いなもう一人の姉ですと先生に紹介、あ、紹介ね。もうちょっとで6年生、6年生です。4年生じゃないんです。ねえな、え、切れる、切れるそうです。なんかお姉ちゃんのだから切れるって今来ます。お母さんからもう切れるそうです。イナイナさん、よかったですね。でもイナイナさんお姉ちゃんより身長高いからな。よかったね、よかったね、いないのおじさん。それではね、自己紹介していきたいと思います。はいはいはい、変わり顔でタレンガーちゃんペイといつもニコニコイーナだよ。 HKT 最年少、小学5年生、11歳の石松イーナ。え、最年少じゃなくなるの？え、最年少って言わない？え、小学5年生だから大丈夫で、小学5年生、11歳の石松イーナです。よろしくお願いします。最年少やじゃなかった。あ、そっか、小5だからよかった。ユーナちょ、あれ、なんかユーナ、ユーナじゃないんですよ。ユイナ、ユイナ。最年少変わるの、よかった。ちょっとユーナ、ユーナじゃないんですよね。もう切れる、わおーいって、わおーいって言ったもん。切れるそうですよって言ったら、感感激、感激的な、あ、じゃあ感謝じゃない、なんか喜んでますね。ひろたんさん、ひろたんさん、ともかく2月4日石松ゆいな生誕祭当連でありがとうございます。ケーキありがとうございます。呼び方が残し、もういい、ゆうなちゃん感謝感謝ってよかったですね。そんなに喜んでるんですね。背景と洋服が同じ色、同じ色ではないけど、そうピンクだよ。いーちゃんケーキはもう食べた？まだ食べてないの、楽しみ。もう食べたいですね。何が来るかな。前にも書いたけど、いーちゃんの生誕祭当たったよって、ありがとうございます。ぜひね、ペンライト振りましてください。この配信ね、先生に見られてなければね、ないんですけど、今夜は石松ファミリーでバースデーパーティー。そうだね、そう。でもね、一番にね、お祝いしてくれたのはお父さんたち家族じゃなくてユナイナなんです。いちごのショートケーキが一番好き。あ、ちょっとジェラードンが、ちょっとジェラードンが頭に入りますね。いちごのショートケーキ、ちょっと
いちごのショートケーキが聞いたらちょっともう頭に残りますね。お洋服買いすぎてありがとうございます。学校の5年生の友達はそのまま6、いや違う、なんかクラスがあるので同じクラスになるかは分かんないです。ジェラードンです。ジェラードンです。ジェラードンです。今夜はゆうちゃんの誕生日を祝ってレフのリーの20倍食べるを頑張ってください。乗せてね。リー食べた瞬間昨日の配信で AKB の斉藤春菜ちゃんもお誕生日おめでとうって言ってて、本当？え？嬉しい。斉藤春菜。え？やっと。嬉しいですね。可愛いですね。可愛いですね。可愛い。そうなんだ、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にキサルギマロン、そうキサルギマロンです。マロンちゃん、30倍でお願いし、30倍私は今グリーンカレー食べてる。グリーンカレグリーンカレーですか。グリーンカレーではないですね。ダルマインコさん、レインボースターたくさんありがとうございます。ティアラ似合ってるよってありがとうございます。可愛いですよね、本当に。これ10倍カレー辛かった、辛かったですね。リンちゃんのデビュー公演の日イーズでスパイスカレーいただいてありがとう、ありがとうございますじゃない、間違えましたね。どうでしたか、美味しかったですか。カレーの具はでもジャガイモも好きです。お肉が一番好きですけど、じゃがいもも並びますね。ちょっと、あーかわいそう、
かわいそう、なえなさん生誕外れました、慰めてください。そんな無料で慰めれませんよ、ごめんなさい。ちょっと生誕外れちゃったのか。生誕、ちょっとねかわいそう、なえなさんまた会えるといいですね。ひなやなさん誕生日プレゼント待ってます。ひなやなさん、ひなやな、マジかよマジかよ。ひなやなさん DMM で見てね。ひなやなさんどんまい、また会えるよ。もうどんまいしか言ってない。ねえの DMM 最善で応援、最善ももはい、ここに画面があるとするじゃん、こうやって見るんか、最善ってことは DMM 最善こうだ。ロビーでかん、ロビーみんなに会うね、ロビーで。あっちょっと怒っちゃった、ちょっと DMM 見てあげないからプンプンプン。見学においで、見学に。ブンブンそうブンブン。VR なら、VR なら最善最善。一番に誕生日おめでとうをくれたゆなえなが最善だと。最善ですね。ちょっとスクショをねしたいと思います。じゃあよいしょ、はい、はい、オッケーできた、できたかな、取れたかな。オッケー、実写ポーズ。できた、できた、よかった。ぜひね、ツイッターに載せてください。ひろたんさん、ハートたくさんありがとうございます。
この11歳ポーズ、セーターティーの背中の11はサッカーっぽいね。サッカーっぽいね。ぜひね、皆さん来てくださる、来て見て、見てくださると嬉しいです。見えない方も DMM で見ていただければ嬉しいです。ゆいなジャパン、ゆいなジャパン、班長さん、クマありがとうございます。ありがとう、クマありがとうございます。ねえな、あ、ちょっとね、ねえなの音ギャーゆいちゃんに許しとってね。いや、撮りました、ちゃんと撮りましたよ。ねえなの音ギャー、10歳では身長何センチ、あ、ね、何センチぐらいだったの？もうちょっと、あの、ね、でも身長、身長ね、もっと100、でも中2ぐらいまでには、ね、140、やっぱ超えると思うけど140以上行きたいですね。できれば150がいいですね。はじめまして、はじめまして、来てくださりありがとうございます。ふふ、ウクリンが150くらいやね。あー、148ではダメですかね。でも150いきたいですね。でも今139だっけ、139ぐらい、7センチ伸びたの。これから仕事なので、またねって、またね、来てくださってありがとうございました。もう上から何番目くらい、でも4番目ぐらい、5か4です。お誕生日おめでとうメッセージ、一番早かったのはゆなゆなですね。で、12時になった時に、12時になった瞬間、ボーンって通知が来ました。誰かなって思って。太田友の147センチの子はライブでみんな立つと前が見えなくなってきた。うん、それあるね。でも座ってても見えないんじゃない？誰が一番か気になってて起きてました。
昨日は12時過ぎたらお祝いツイートがいっぱい出るしかった、嬉しかったです。生誕祭話せそう、生誕祭な緊張します。頑張って話したいです。話します。誕生日の晩御飯はカレーですか？か、あー、なんだろう、カレーだったら嬉しいな。まだわかんないです。4174人の方、たくさん来てくれてありがとうございます。ねえ、ゆずとなったら泣いていいよ、泣いていいよ。そうだね、もう手にメモメモ、そう、紙に書くかな。手にメモメモ。学校で発表するのも嫌いなタイプ。でもそんなに好きじゃないですね。学校で発表する生誕祭は主役だから話せなくても 2、3 分くらい待ってほしいな。4000人パチパチありがとうございます。カレーなら匂いでわかるか。そう、匂いでわかります。カレーはもう身長って寝てる間に伸びるから睡眠時間を十分に。本当お誕生日おめでとうってありがとうございます、たくさん。生誕祭のお手紙は誰からだった。でも誰だろう。でも誰から来るかな。スピーチせっかくだから3分くらい喋らなくて。伝説残そう、伝説。生誕祭でも伝説残す。いないな、俺やろ、おねやろ、俺やろ。ティアラとかすごくいい。そう、すごくいい。おっと、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアニーちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、ありがとう。せーの、あ、やべ、できた。待って、ありがとう、ありがとうございます。あ、見て、つけてる。ちょっとここの明かり消す。ありがとう。そう、11歳になりました。あ、見て、いちごたくさん乗ってる、美味しそう。後でおいしくいただきます。え、タルトになってる。え、やった。ゆいちゃんね、タルトが好きなんです。スクショ撮りたいと思う。あ、ちょっとここの明かりで見えない。ん？どうです？消すと？消すの？あ、でもつけといた方がいい。ごめん。はい。3、2、1。もう一回。3、2、1。はい、撮れましたか。はい、チーズ。落とす。で、クマが乗ってる。お、お、見て、見えないけど、クマ、かわいい。たくさんね、本当にめっちゃ美味しそう、ね、楽しみですね、食べるの。ありがとうございます。
感想ね、感想また言いますね。いちご一つだけ、一つ取ってもバレなさそう。やった、本当に嬉しい。もうそれだね、もう時間、そろそろ時間なので壇上読み終わして終わっていきたいと思います。はい、いきます。13位翔ちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位フリアさん、ありがとうございます。11位ツヤポンネラさん、ありがとうございます。10位飛車王丹さん、ありがとうございます。9位ドラクエさん、ありがとうございます。8位クズだよさん、ありがとうございます。7位フランさん、ありがとうございます。6位ワクさん、ありがとうございます。5位走り人ランニングマンさん、ありがとうございます。4位ひろたんさん、ありがとうございます。そして第3位はぐる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 っとかーん、チャチャさんです。ありがとうございます。イエイ。そして第2位はぐる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 っとかーん、ダルメンコさんです。ありがとうございます。イエイ。ありがとうございます。そして第1位はぐる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 っとかーん、班長さんです。ありがとうございます。たくさんね、皆さんギフトとかたくさんお祝いしてくださってありがとうございます。とても楽しい配信とても楽しい配信でしたね。ありがとうございます。本当に皆さん、まだまだね、お祝いのメッセージ待ってます。劇場のねロビーにもね、お祝いのメッセージのやつあるので、ぜひ、これ持って取ろう。そう、持ってる人はこれと生誕 T シャツ持ってきてくだされて嬉しいです。イエイ。よし、ありがとうございます。誕生日だよ、誕生日だよ。トレンド入りおめでとう。ほんと、え、トレンド入り、そう、トレンド入りね。皆さんありがとうございます、ね、ありがとうございます。え、嬉しい、ありがとうございます。本当にケーキも全体さん、生誕はピンクで染めるかさ、ピンクで染まるといいですね。そう、皆さんスピーチの時とかね、見守ってくださると嬉しいです。カンペ持ってて、そう、カンペね、カンペ持っといて出してもらった。美味しそう。ニコニコ元気なゆなちゃんが見れて十分幸せ。ありがとうございます。本当にたくさんお祝いしてくださりありがとうございます。ありがとうございます。食べたくなったケーキ、本当にもう匂いが美味しいですね。手のひらに書く、ここに書きました。よいしょ。それではね、そう、鍵穴するかな、鍵穴緊張しますね。それじゃあそろそろ終わっていきたいと思います。皆さん来てくださりありがとうございました。4475人の方来てくださりありがとうございました。また今度配信するのでぜひ来てくださると嬉しいです。5、4、3、2、1、またね、バイバーイ。それで5人ね、自己紹介をしたいと思います。はい、こまりガーデンタレムガーちゃんポイント、いつもニコニコ、いいなーいいなーゆいなだよ。 HKT さんです。そう、小学5年生11歳の牛松ゆいなです。よろしくお願いします。あ、小学5年生10歳の11歳に小学5年生11歳になりました、牛松ゆいなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは終わりたいと思います。5、4、3、2、1、またね、バイバーイ。ありがとうございました。バイバイ。たくさんツイートしてくださると嬉しいです。バイバーイ。